無職に口座を開けるはずないだろ。もともと勤めていた銀行、いろいろと訳あって辞めたが、今回はこの銀行に用があって赴いた。そこで再会した同僚銀行員が馬鹿にしたように言ってきた。無職に口座は開けないぞ。俺を裏切った銀行員の裏が嫌な笑みを浮かべる。そろそろ縁も切ってくれよ。わかったよ。絶対に後悔するけどな。怒りのままにそう告げ、俺は言われた通りに縁切りのため口座を解約することに。それにより浦は地獄を見ることになる。でも同時に彼を救う結果となったのだ。俺は三村忠、妻の美咲と幼い娘のひながいる。俺は国内有名大学の経済学部を卒業し、過去には銀行に勤めていた。妻と出会ったのは大学時代だ。ねえ、君、三村くんだっけ？え？うん、そうだよ。私、美咲っていうの。その頃は、同じ大学に通っている一人としか思っていなかったが、彼女から声をかけられたのがきっかけで、意識するようになった。どうして俺に声をかけたの？だって、目標に向かってる姿がいいなって思ったし、それに、三村くん、この間、おばあさんを助けてたでしょ？見てたんだ。ええ。それで、三村くんしかいないって思ったの。何より、三村くんは正直で真面目だからね。そういう人、好きなんだ。あ、ありがとう。そんな風に、熱烈にアピールされ、俺たちは付き合うようになった。ちなみに、俺が経済学部に進んだのは父の影響だ。会社を回すのは人と金だ、と父が口癖のように言っていた理念を受け継いだため、経済学部に進学した。父の正明は一時零細企業を経営していた。20人もいない会社を必死に回していた父は、そういった考えを持つようになっていた。そして、そんな父の姿を見ていた俺も共感して、同じ理念をもとに進学を進めた。その父は大学を卒業する前に病気で、交通事故で先に天国に行っていた母のところに行ってしまっている。お父さんの影響なんだ。だからあんなにまっすぐだったって納得した。そう？そうだよ。私も手伝わせて、ご両親の代わりにとは言わないけど、今度は私が正しくんを支えるから。ありがとう、美咲。それから大学を卒業した後、俺は金を循環させる職に就くべく銀行に就職した。そこで美咲に褒められたように、正直に真面目に仕事をしていた。三村くんって本当に仕事早いね。うん、それに正確だし。三村くんみたいな人をエリートって言うんだよね。三村くんってフリーかな？翻訳者いるって聞いたよ。残念。エリート銀行員っていいなって思ってたのに。一生懸命にバリバリと働く俺を、周りはそう評価してくれた。俺は多分人より頭の回転が早いんだと思う。それもあって、俺は次から次へと仕事をこなしていった。そのおかげか、俺はいわゆる出世頭となっていた。三村ってさ、最近調子乗ってない？だよな。女の子にキャーキャー言われていいご身分だな。ほんと、仕事してるだけなのに、なんで三村ばっかり。一方で、その分同僚たちから陰口を言われることもあった。陰でよくひそひそされているのも知っていた。ああ、
正しくんに嫉妬してるんだよ。嫉妬？そう。仕事もバリバリこなして出世頭で注目の的の正しくんが羨ましいんじゃない？美咲にそう教えられてやっと納得できた。そうか、俺は周りから嫉妬されてたのか。でも俺は俺の仕事をするだけ。そう考えていた俺はあまり気にしないようにしていたが、一人だけ面倒なのがいた。おい三村。なんだよ浦。エアリート様は偉そうだな。用がないなら絡むなよ。それが浦浩二だった。浦は俺を敵視しているらしく、何かと俺に絡んでくるやつだった。他の同僚なら無視していればいいが、浦だけは仕事の邪魔をしてくるのでとても面倒だった。ああ、なんでお前が中核支店に俺より先に配属されんだよ。俺に言っても仕方ないだろ。人事に関しては上が決めるんだから。浦が前から配属されたがっていた中核支店に俺が先に配属されたことで、それは顕著なものになった。それまでむしろ浦は嫌がらせはせず、俺同様に仕事にひたすら向き合っているという感じだった。お互いにいい関係だったのが、俺の配属が決まってから陰口が始まって嫌がらせをするという感じになってしまった。なぜそこまで中核視点にこだわるのかわからなかったが、正直浦の存在は俺からしても困った存在になっていた。配属されてしばらくは上司にも恵まれ平穏に過ごせていたが、俺が勤める中核視点に浦が1年遅れで配属されてきたことで、すぐに平穏は崩された。ここで働くなんて不相応なんだよ。言いたいことがあるならはっきり言えよ。別に自意識過剰じゃないですか。それから浦の嫌がらせがまた始まった。すれ違いざまに嫌なことを言ってきたり、うわっ、おっと、ごめんごめん、そこに靴があるなんて思わなくてさ、コーヒー落として汚しちゃった。せっかくピカピカにした靴を汚されたり、他にも気づかなかったとわざとぶつかってきたり、ゴミだと思ったと言って書類を捨てたりと頻繁に嫌がらせをされ、正直仕事にならず参り始めていた。周りは上司を除いて基本的に俺が嫌がらせされていても無視していた。関わるのも面倒だし、目立つ俺が気に入らないという感じなんだろう。その頃、不正融資事件が起きた。俺と浦が担当する融資先の決算書が改ざんされていて、銀行側も黙認していたというものだ。すべては君が指示したことだという告発があった。違います、俺は何もしてません。誰がそんなことを。そうです、彼はそんなことをする人ではありません。何より証拠がないです。告発者は逆恨み防止のため匿名とさせてもらう。すべては君の責任だ。そんな、身に覚えがないにもかかわらず俺の責任にされてしまったのだ。いい君だ、調子に乗っててうざかったんだよ。浦、お前まさか。何のことかな。その後の浦の態度で彼にはめられたと分かった。俺は自分の仕事をしていただけなのに、こんな風に足の引っ張り合いに巻き込まれる。それに嫌気がさしていた。ねえ正しくん、何、ごめん、迷惑をかけて。正しくんのせいじゃない。正しくんは何にもしていないんでしょ。ああ、本当に何もしていない。それで？どうしても
銀行員じゃなきゃダメ？え？正しくんがこれ以上辛そうな顔をするのは見てて嫌なんだ。幸いにも私の仕事の方も軌道に乗ってきてるし、無理して銀行員を続けなくてもいいんじゃない？そう美咲に勧められたのもあって、俺は自分から銀行を辞めた。お前が辞めてせいせいするよ。じゃあな、無職の負け犬くん。最後に裏に嫌味を言われて、俺は銀行から去った。美咲、何？一応次の仕事は決めてるんだ。だが最初はいろいろと美咲に負担をかけると思う。それでも一緒にいてくれるか？当然、最初からそのつもりなんだから。美咲の支えもあり、俺は次の仕事を始めた。それから安定した頃に美咲と結婚し、娘を授かった。銀行を退職してから数年、同期内の足の引っ張り合いには嫌気がさしていたが、勤めていた銀行そのものには愛着もあった。銀行員の仕事自体にも誇りもあった。そのため顧客としてその銀行を利用することはやめていなかった。そして今日は貸金庫利用のために銀行に向かっていた。じゃあ少ししたら迎えに来るからね。ああ、また後で。パパ、早く来てね。ああ、わかってるよ。送ってくれた美咲と先に公園に向かう娘に手を振り、俺は銀行に入った。お待たせしました。って、お前まさか三村か？うら。そこであのうらと再会してしまった。久しぶりだな、その格好。どうせまだ無職なんだろ？違う、今日は休みなだけだ。今日じゃなくて毎日休みなんだろ。公園に向かう予定もあって、今日はラフな格好をしていた。それで俺をまだ無職だと勘違いしたらしい裏がバカにしてきた。貸金庫利用って、無職に口座を開けるはずがないだろ。相変わらず俺に失礼な態度を取る裏。正直こいつだけには会いたくなかったんだけどな。無職に口座は開けないぞ。浦はそう言って嫌な笑みを浮かべる。いい加減俺も腹が立ってきた。彼と再会した時に散々されてきた嫌がらせが脳裏をよぎったのもあり、そろそろ反撃してもいいかなと思い始めていた。そろそろ縁も切ってくれよ。わかったよ。絶対に後悔するけどな。後悔なんてしないし、無職の貧乏人はさっさと帰れ。ああ、その前に俺の貸金庫の契約と口座の契約を切らせてもらう。ご自由に。しっかり宣言をし、俺は銀行を後にした。あ、パパ！あら、早かったわね。いろいろあってね。帰ったら話すよ。それで、美咲にも手伝ってほしいことがあるんだ。いいことじゃなさそうね。了解。ただし君を傷つける奴は許さないから。ほどほどに。ね。パパ、遊んで。ああ、遊ぼうか。翌日、俺は、美咲と共に家にいた。娘は義両親のところに預かってもらっている。今回はお時間をいただきありがとうございます。それと本当に申し訳ありませんでした。とりあえず中へ。少しして俺の銀行員時代の上司だった影山俊介支店長が裏の首根っこをつかんで謝りに来た。大口取引先である三村さんに
口座を解約されては、うちの支店は潰れかねません。今回のことは本当に申し訳ありませんでした。私の監督不行き届きです。土下座の勢いで全力で謝ってくる影山支店長。影山さんの謝罪の気持ちはよくわかりました。ですけど、そちらの方はそう思っていない様子ですね。その横で不服そうに頭を押さえられている裏を見て、美咲が冷たく言い放った。何か夫に言いたいことでもあるのかしら？事件を起こした奴の口座なんていらないだろ。裏！お前、今回なんで連れてきたのか分かっていないのか？まあまあ、言いたいことを言わせてあげてくださいな。反省していない様子でつぶやく裏に、影山支店長が怒鳴った。それを制して、美咲が裏と対峙する。口座に入ってる金も、どうせ汚い金だろ。残念だけど、この人の真面目さは大学時代からよく知っているの。そんなことができないのは、あなたもご存知じゃないかしら？そいつが事件を起こしたのは事実だろ。そうね。誰かさんにはめられて、ね。ただし君は絶対そんなことしないわ。事実、証拠なんてあるのかしら？それは。美咲に裏が言いまかされたタイミングを見て、俺は影山支店長を見た。影山さん、例の不正融資事件についてもう一度調べてくれませんか？それで事実が分かれば口座解約を考え直します。ありがとうございます。帰ってすぐに調べます。もし専門家が必要なら言ってください。私にも支店がありますから。はい。影山支店長は承諾し、裏を引きずって帰っていった。念のため連絡をしておくわ。ああ、頼むよ。ええ、あなたの汚名返上の絶好の機会だもの。存分におせっかいさせてもらうわ。本当に美咲は頼りになるな。ありがとう。それから美咲が手配した専門家の助けを受けて、影山支店長が調べ直すと、決算書の改ざんは裏の仕業だと判明した。当時の防犯カメラを確かめると、裏が細工している姿が映っていました。それから奥さんの紹介で来た方が裏の同僚たちに引き取りしたところ、裏に協力させられていたのを白状しました。数日後、影山支店長が家に来て報告してくれた。それで裏は？今回の件も合わさり解雇処分となりました。こうして俺は数年ぶりに嫌疑が晴れることになった。ちゃんと調べてくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。そんなにかしこまらないでくださいよ。元部下ですよ。今は取引先ですから、嫌ならやめますが、お願いします。できれば以前のような感じで。ああ、わかった。改めてよろしく頼む。はい。そして今後も元勤務先銀行との取引を続けることになった。なぜ影山支店長があそこまで動いてくれたかというと、俺は起業し50億の口座を契約していたからだ。俺は銀行退職後、銀行や経理職、会計職専門の転職サービスを立ち上げていた。せっかく数年間銀行員をしていたのだから、その経験を生かしたかったのと、また会社を回すのは金と人との理念のもと、次は金を扱う人に着目した仕事をしてみたいと思ったのがきっかけだった。金銭面は任せて、弁護士として軌道に乗ってきたところだし。
ありがとう、美咲。その代わり、会社と専属契約させてよ。あ、その時は頼んだよ。弁護士になった美咲の協力もあって、無事に起業することができた。初めの1年は企業さんからの信頼を得るのに必死だった。銀行員時代の知り合いもいたが、その分事件のことも知っていて、懐疑的になっているところもあった。それでも真面目に、そして素直に対応していったおかげで、信頼を得られるようになった。三村さんのところに任せて本当に良かったです。いえ、こちらもお力になれて良かった。今では役職者の転職にも用いられるほど評判がいい。50億の口座もこの会社のものだった。美咲には感謝してもしきれないよ。私だって正志くんが気づいていないだけでたくさん助けられたもの。それにしてもこんなに祝福されるなんて、ただしくんがしっかり向き合ってきた証拠ね。そうかな。安定した頃に結婚式をしたところ、たくさんの人から祝福してもらえた。銀行を退職したことで俺は幸せになることができていた。そこだけは感謝していた裏、彼の今後については少し気になっていた。確かに嫌がらせをされ裏切られたが、丁寧な仕事をしているのを何度も見ていた。俺が関わらなければ裏は普通にいいやつだったと思う。だから彼のことはいつも頭の片隅にあった。ん？やっぱり裏だ。ある日、転職サービス会社の新規登録者データを確認していたところ、見知った名前を発見した。間違いなくそこには浦浩二の名前があった。どうやら銀行をクビになった後、転職サービスに登録したらしい。転職相談は今日か。よし、俺は浦の転職相談面談の場に自ら出向くことにした。え、三村、お前ここで働いてたのか。働いてるというか、俺が作ったんだこの会社。社長の名刺を差し出しながら言えば、浦は驚いた顔をする。俺に罪をなすりつけられて銀行を辞めたのに、腐らずに事業を立ち上げたんだな。ああ、妻の支えもあってこんなに大きくなった。本当にすごいな、三村。ん？浦が立ち上がると深く俺に頭を下げた。今まで本当に申し訳なかった。嫌がらせのことも濡れ衣を着せたことも本当にすまなかった。俺は謝罪を聞きたかった。だからもういい。ほら、仕事の話をしよう。ありがとう、井村。それから俺は浦とじっくり次の仕事についての心構えを話し合った。話している感じからも本当に浦が心を入れ替えて誠実に働く気があることが分かった。正直、解雇処分を受けたのは相当なマイナスイメージになっている。ああ、分かってる。それで応募者がいない小さな会社になるがいいか。当然だ、雇ってもらえるならどんな仕事でもやる。分かった、向こうにも事情を話すぞ。ああ、大丈夫だ。そう話し、なかなか応募者の来なかった小さな会社に、俺を蹴落とした不正融資の件も含めて、これまでのことを明かして紹介した。三村さんから見て、その人は変わったんですよね。ええ。今の彼は心から反省して誠実に働くことを
約束してくれています。もともと仕事も丁寧で優秀な人でした。そうですか。そういったことがあっても今が誠実ならこちらは受け入れます。ありがとうございます。そう返事もあり、浦はその小さな会社に転職が決まった。浦はもともと能力値が高かったこともあり、存分にその腕を振るって今ではみんなから頼られる存在になったそうだ。なあ浦、ずっと気になってたことがあるんだ。なんだ？落ち着いた頃を見計らって彼を飲みに誘った。快諾してくれた彼と飲みながらずっと引っかかっていたことを聞くことにした。なんで俺にあんなに嫌がらせをしてきたんだ？確か中核支店に配属が決まった頃から嫌がらせをしてきたよな。ああ、うん。正直、羨ましかったんだ。俺が行きたい、親に行けと言われてた支店に先に配属されることになって。親？浦は少し困ったような顔をして理由を話してくれた。俺の父親も銀行員なんだ。昔から俺も銀行員になって自分のように偉くなれって育てられてて面倒そうだな。実際勉強以外ろくに許してもらえなかったよ。それで中核支店は父親が昔いたところだったし、出世したいなら中核支店を経由しないとダメだって。銀行員になってやっと認めてもらえるかと思ったら、そう命令されたよ。反抗とかしなかったのか？まだ小さい頃に勉強しないで遊びに行ったら、押し入れにしばらく閉じ込められて説教されてさ。それがトラウマで逆らうってのが頭になかったんだよ。正直驚いた。浦のことは全く知らなかったが、彼は彼で相当苦労してきたらしい。母親も父親の言うことが正しいって感じでさ。英才教育とは言ってたけど、今思えば両親の価値観を押し付けられてきたんだと思う。大変だったな。結構苦しかったんじゃないのか？まあな。ずっと上から押さえつけられてきたし、苦しかったんだと思う。それでずっと中核支店に行けって言われる中、苦労してなさそうなお前が先に配属されたのが許せなくて、子供じみたことをやった。本当に悪かった。謝罪はもういいって。悪い。それで、まあ、俺より優秀な奴がいるってのを親父が聞きつけて、お前を蹴落とせって言われてさ、とんだ父親だな。昔から自分より優秀な奴は、蹴落とせと教わっていたらしい。そうやって父親も出世したのだからと。でも今回事件が発覚して俺クビになっただろ。ああ。それで銀行員じゃないお前は家の息子じゃないって感動されて追い出された。え、大丈夫なのか？今は大丈夫。会社に事情を話したら社員寮を使わせてもらえることになったし、それに正直ほっとしてる。そうなのか？ああ、やっとあの両親から解放されて自分らしく仕事ができるって。お前が良かったならいいが、お前には感謝してる。銀行をクビになって両親から見放されて絶望してた矢先にお前が手を差し出してくれたから、本当にありがとう。こちらこそ、お前の仕事ぶりがいいから、会社の評判にもつながっているんだ。俺でもできることがあって、よかったよ。そう言って笑う裏は、あの頃の嫌なニヤニヤと違って、本当に嬉しそうなものだった。美咲、前回協力してくれた人に、もう一度協力してもらえないか？いいけど、どうしたの？帰ってから
美咲に浦のことを話した。それはやりがいがありそうな展開ね。すぐに連絡するわ。また協力してくれたことにより、浦の父親にも調べが入った。そこでいくつもの不正が発覚し、父親は失脚と同時に賠償金による借金を抱えることになった。三村、お前が動いてくれたんだろ？何のことやら。本当に、それで俺のところに連絡が来たよ。そうなのか？ああ、息子なんだから借金返済手伝え、俺たちの生活を支えろって。あんたの息子はもういませんって着信拒否した。そうか、一応気をつけておけよ。ああ、まあ今の会社については教えてないし、社長にも説明してあるから俺にはつなげないって言ってくれた。なら大丈夫だな。ああ、本当にありがとうな。そう浦と電話をした後、会社に浦の両親を名乗る男女が来たと連絡を受けた。失礼、うちで会社を紹介した人を探していると。あんたが社長か。俺は浦の父親だ。あの愚足がどこにいるか教えてくれ。個人情報です。教えることはできません。個人情報って、私たちはあの子の親です。ええ、彼からあなたたちのことは聞いています。感動した息子に執着するのはやめてくださいな。ちなみに、あなたが失脚するように調べたのは私です。お前が、なんてことしやがる。もし夫に手を出したら、警察呼ぶだけじゃ済ませないわよ。父親が俺を殴ろうとしたタイミングで、美咲が現れた。あなたたちのしたことは、報告及び証拠をつかんでいます。なんだお前は。三村の妻であり、弁護士をしています。弁護士？それと、あなた方の元息子さんより依頼されている弁護士でもあります。いろいろと覚悟しておきなさい。そう言って追い払う妻は格好よくて、思わず見とれてしまった。それから、美咲の活躍もあり、浦は両親との完全な縁切りができて、とても感謝された。すっかり心を入れ替えた浦は、真面目に働いているそうだ。そんな姿に、社長の娘さんが惹かれたらしい。この間告白されて、付き合うようになったと教えてもらった。もし結婚することになったら、来てくれないか？ああ、もちろん。幸せそうな顔をする浦に、俺も安心した。美咲の協力者さんにもお礼をしないとな。そうね。あ、今度お礼にご飯おごる約束してるから一緒に来る？それはいいけど、向こうは大丈夫なのか？大丈夫。私の協力者って夫婦で探偵してるの。それで夫婦で来る予定だから一緒に行っても大丈夫なのよ。そうなのか？じゃあ行かせてもらおうかな。そういえば向こうにも娘と同じくらいの息子がいるらしいし、家族でピクニックでもする？あ、それもいいかもしれないな。美咲のおかげでさらに交流の輪が広がった。美咲の知り合いの妹夫婦はある意味面白い夫婦だった。探偵事務所を開いている妹幸隆です。妻の香織です。美咲の夫のただしです。美咲からよく聞いています。さて、ただしさん、いざという時のためにボイスレコーダーは大事ですよ。あと、できれば映像があればいいですね。そう言って、小型のボイスレコーダーとカメラを渡されて、思わず苦笑いしてしまった。そういえば、美咲と二人はどうやって出会ったんだ？高校の同級生。昔から弁護士を目指してたからさ、探偵とか更新所とか
つてがあるのはありがたいし、探偵するんだっていう二人と契約してたってわけ。へえ。私たちが証拠とかいっぱいつかむから。弱い人の味方になれって約束したんだよね。まあ、結婚式には出席できなかったから、旦那さんとは初めましてだけど。招待しなかったの？仲は良さそうに見えるけど。仲は普通にいいよ。ただ、結婚の頃、この二人、海外にいたから。そうなんだ。そうそう、探偵修行に出てたの。それで、結婚式には間に合わなくてさ。俺たちも海外で結婚式したし。探偵修行って、どんなことをするんだろうか。ちょっと変わってるんだよ。そこが面白いんだけど。確かに。ちょっと変わっているが、話してる分には楽しい。妹夫婦もニコニコしていて、自然とこちらも笑みになる。そういえば、俺の話をよく聞いてたって。あ、なんでもないのよ。慌ててごまかそうとする美咲に、愚痴でも話してたのかなと思うと、美咲ってば、正しさにマジボレなんですよ。いつ聞いてものろけばっかりで。ちょっと、ありがとう、美咲。そうか、のろけてたのか。そういえば、前に裏に、お前って奥さんの話になるとのろけだけになるよな、って言われたな。ある意味俺たちも似た者夫婦なのかもしれないな。信仰を深める俺たちと探偵夫妻の一方、うちの娘と妹さんの息子さんの亮君も気づいたら仲良しになっていた。俺たちが談笑している間に気づいたらニコニコと手をつないでいた。ひな、りょうくんのお嫁さんになる。じゃあ、りょうはひなを守る。ちょっと待って。さすがに早すぎるかな。結婚する。って約束してた時は、さすがに慌ててしまったけど。そういったことを、この間、また訪問してくれた影山さんに話すと、彼は朗らかに笑った。みんな、うまくいってよかった。すまなかったね。私がもう少しちゃんとした上司だったら、こんなこと防げたのに。俺がいた頃は、影山さんが支店長になる前で、止めようがなかったですよ。だとしても、気づかないといけなかった。影山さんは、あの後、自分にも責任があると、支店長を降りた。辞職を考えたらしいが、銀行側に引き止められて、今では一からやり直しているらしい。今はどちらかというと後輩育成をしているよ。そういう影山さん。俺が部下だった頃、彼にはお世話になっていた。配属されてすぐの頃は、俺の質問に嫌な顔をせずにいろいろと教えてくれた。何かするたびにアドバイスだったり褒めてくれたりと、やる気を引き出すのが上手だった。ウラ、嫌味を言う暇があったら仕事をしてくれ。ウラの仕事は丁寧だと評判なんだ。お前も頼りにしているぞ。はい。ウラからの嫌がらせにも気づいて、周りが無視する中、彼だけが注意してくれていた。基本的にフォローもするから、ウラも影山さんの言うことには素直に従っていた。濡れ衣の時も、影山さんは証拠がないと上の人に掛け合ってくれた。その上で、礼儀正しく部下から取引先になった時は、俺にも敬語を使ってくれ、叱る時はきちんと叱ってくれる。そういう人だ。あ、そうだ。浦が影山さんも結婚式に招待したいって言ってましたよ。その時はぜひ参加したいな。気が早いような気もするが。それがお互いに交際するのが初めてらしくて、なかなかにイチャついてますよ。仲良しなのはいいことさ。そしてしばらくした後に、俺たちは揃って結婚式に呼ばれて祝福することになる。それによりますます浦は
仕事に励んでいるそうだ。もちろん俺も負けていない。より多くの人がマッチした職場に行けるよう今日も仕事に邁進している。さて今回は、あ、ただし例外もある。目に入ったのは浦の父親の名前。わざわざうちの会社に登録するなんて。一応誰か確認した後に登録を消すように頼んだ。ずうずうしい人だね。まあ浦の情報をつかもうとしたのかもね。結婚式にも出席してなかったし、散々浦の人生を縛ったんだ。これは自業自得というものだろう。これからも素直に、そして正直に仕事に向き合っていこうと思っている。正しくんが正直者だから、みんなが正しくんを信頼して任せてくれるんだもの。美咲も正直に俺に向き合ってくれたから、こうして幸せになれたんだ。ありがとう。これからもありがとう。やっぱり正直が一番だな。浦ともあれからも時々酒を飲む仲になった。たまにそこに影山さんも混ざってお互いの仕事の話をしたり、お互いにおすすめを紹介し合ったりしている。俺はゲーム、浦はアニメや漫画、影山さんは小説みたいな感じで、正直が一番だな。浦でも今では飲み会の旅に行っている。そうだな。だから正直にお嫁さんになると言っている娘さんを祝福するんだぞ。それとこれとは別ですよ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。ちょっと何その格好。授業参観にそんなラフな服装って正気？授業参観の最中、先生、子供たち、保護者たちの目などお構いなしにボスママの藤明美が俺に嫌味を言い放つ。というよりいくら片親だからって平日に父親が参観に来るなんて。もしかしてあなた無職？俺は怒りを抑えた。売り言葉に買い言葉ではせっかくの授業参観が台無しになってしまう。しかし明美は俺の気持ちなど侵食せずに口を開こうとする。お母さんもうやめてよ。立ち上がったのは明美の息子の雄太だった。俺の名前は森田ひふみ。昨年に妻を病気で亡くし、今は小学3年生の息子と2人で暮らしている。妻を亡くすまで俺は仕事一筋で家庭を顧みてこなかった。ありきたりな話だが、大切な妻を亡くして初めてわかる俺がどれだけ妻に支えられてきたのか。家事育児を手伝わない俺を妻は一言も文句も言わず、行ってらっしゃいと職場に送り出してくれた。俺はそれが当たり前の日常だと思っていた。だが妻を亡くした今ならわかる。俺なんかちっぽけで、妻こそが偉大だったのだと。息子の誠は妻のしつけと教育が良かったのか、素直でいい子に育っている。俺は妻が亡くなった後ずっと勤めていた職場を去った。後悔しても遅いのは分かっている。だけど俺はいつ妻にありがとうと感謝の気持ちを伝えただろうか。どれだけ思い返しても思い出せない。もう同じ轍は踏みたくない。だからこそ俺は多忙極まる仕事をきっぱりとやめ、これからは息子の成長を近くで見守りたいと思った。きっと俺の改心が妻の供養になると思ったからだ。と言っても美味しくないよお父さん。え、本当か？うまず料理はまともにできない。お父さん今日ゴミの日だよ。あ、忘れてた。ゴミの日も忘れ、何日も出し忘れてたゴミ袋が溜まっていく低たらく。家事洗濯全てにおいて妻に任せきりだったのだ。家はひっちゃかめっちゃかになっている。だけどあたふたしながら過ごす日常が今は楽しいと思える。誠と時間を共有し、
誠の成長を近くで見守ることができる喜び。きっとこれは何事にも変えがたい喜びに違いない。かつての俺なら気づくことなどできなかっただろう。俺に手を差し伸べてくれたあの人への感謝は尽きない。誠との一日は非常に充実しているが、やはり息子を育てていくためにはお金がいる。蓄えもあったが、何十年も暮らしていけるわけではない。俺は今新しい仕事の研修中だ。職場は片親ということもあって理解があり、定時には上がることができる。育児、家事、仕事の両立はハードだが、今の俺は燃えている。妻のためにも何としても誠をこの俺が一人前の大人に育て上げなくてはならないのだから。今日もハードな一日の幕が開けた。俺は5時に起きて自分の弁当を作り、服を着替えた。今は研修中の身なので、スーツではなく動きやすいラフな格好の服装で許されている。おはよう。誠がまぶたをこすりながら起きてくる。おはよう、寝ぼすけさん。俺は笑いながら告げ、朝ごはんをテーブルの上に並べた。そうこうしている間に時刻は7時。誠が家を出るのは8時。俺はそれより30分早くに家を出なくてはならない。じゃあお父さんはそろそろ出るから戸締まりよろしくな。うん、お父さん。なんだ。いつもありがとうね。俺は目頭が熱くなった。母を亡くし、誠も相当に辛いはずだ。本当にいい子に育ってくれた。おう。俺は誠の髪をくしゃくしゃとする。また後でね。俺はうなずくと家を出た。アパートの階段を降りながらも心は弾んでいた。幸い誠は学校の友達に恵まれていて、いつも楽しそうだった。しかしその日、俺が帰宅すると誠は珍しく落ち込んでいる様子だった。あまり弱いところを見せない子だ。妻を亡くした日でさえ涙をこらえ気丈に振る舞っていた。何かあったのか。俺は晩御飯の時に箸が進まない誠に聞いた。誠はためらいながらも口を開いた。ゆうたがもうお前みたいなバカとは遊べないってさ。ゆうたくんが。藤ゆうたは誠の親友の男の子で、俺自身ゆうたをよく知っているが、とてもではないが、そんな心ない発言をする子ではない。ある筋から得た情報を思い出す。ゆうたくんのお母さんってすごい教育ママでね、結構スパルタだって有名なんですよ。他にゆうたくんは何か言ってたか。もうお前とは絶交だって。誠が目に涙をためる。俺は胸が締め付けられた。わかった、お父さんに任せろ。俺はゆうたの通学路を知っていた。下校中のゆうたを待ち、ゆうたを見つけると俺はやあと声をかけた。けっ。その瞬間ゆうたの顔色が変わり駆け出す。待ってくれ。ゆうたは制止の声を聞かずどんどんと加速する。だけど所詮は大人と子供。俺は公園でゆうたに追いついた。ゆうたは観念したのか肩で息をし立ち止まる。誠とのことでしょ。うん、何があったのか教えてくれないか。ゆうたはゆっくりとブランコに座る。俺も並んで座った。それは仕事として聞いてるんですか。いや、誠の父親としてだよ。誠はいいな、こんな優しいお父さんがいて。それはどうかな。今でこそ誠との時間を大切にしたいと思ってるけどさ、昔はひどい父親だったよ。でも今はいいお父さんでしょ。俺のお母さんもおじさんみたいなだったらいいのに。やっぱりお母さんが原因かい。すると優太が突然泣き出した。お母さん、この頃俺の塾の成績が悪くなっているのもあってより厳しくなって、もう友達と遊んじゃダメだって、特に誠とは縁を切りなさいって。どうして。片親だし絶対に貧乏だからって。ひどい言いようだが、ゆうたの手前低くうなるにとどめた。たとえ毒親でも息子の前で貶めていいわけではない。ゆうたくんはどうしたい。そんなの決まってるよ。友達と遊びたいし、誠とはずっと親友でいたい。でもお母さんの言いつけを破ると俺は私立に転校しなくちゃならなくなる。ゆうたはおえつを漏らした。俺はそっとゆうたを抱き寄せ告げる。大丈夫、俺が何とかしてやるから。数日後に授業参観が開かれた。誠は気恥ずかしそうに、忙しいなら無理しなくていいからねと言ったが、
俺は参加する気満々だった。授業参観の日は平日ということもあって、来るのはほとんどが母親だろう。浮いてしまうことは承知の上で、俺は授業参観の日、誠のクラスへと向かった。廊下でばったりとブランド物で身を固めた女性と遭遇した。富士山だ。そう、雄太の母親の明美である。眼光は鋭く、教育ママの噂にたがわないビジュアルをしている。あなた、もしかして森田誠さんのお父様？ええ、そうです。いつも雄太君と息子が仲良くさせて。結構。明美は手で制する。もう雄太とあなたのところの誠さんとは、金輪際関わりがありませんから。え？それにしても、あなた、その服装で授業参観に参加する気？明美からは蔑みが伺える。まあ。ちょっとジャージじゃない、冗談でしょ。それに今日は平日よ。あなた、お仕事は何をしてらっしゃるの？仕事ですか？実は。いえ、聞かなくてもわかるわ。無職でしょ？平日にそんな格好でブラブラできるんですから。明美は全く人の話を聞こうとしない。さすがに苛立ちが募り、反論しようとしたその時、誠のクラスの扉が開いた。保護者の皆様、まもなく授業が始まります。担任の先生が呼びかけた。ふん、と鼻を鳴らし、ずかずかと明美は教室へと入っていく。嫌な予感がした。明美が何か波乱を呼び込むような。まばらだった保護者も集まり、授業が始まった。やはり父親で参加している人はおらず、俺一人だった。誠は恥ずかしそうに振り返り、小さく手を振ってくれた。俺は笑顔で返す。じゃあ東島さん、この答えはわかるかな？担任の先生が東島さんを指名した。その瞬間、ちょっと、なんでうちの雄太じゃないのよ。うちの雄太が最も正しい答えを導き出せるはずよ。そんな神器臭い女の子じゃなくて、うちの雄太を指名しなさいよ。雄太の方が花があるに決まってるじゃない。明美が声を荒げた。東島さんはかわいそうに下を向いている。お母さん、今は授業中ですから、と先生がいさめる。しかし明美は憤懣やるかたない様子で並行したものの、腕を組んでいる。じゃあ次は森田君。授業が進行し、次は誠が指名された。しかし算数は誠が最も苦手とする教科である。頑張れ誠、と願うも、チョークを手にした誠の手が進まない。ちょっとおバカすぎない？こんな簡単な問題が解けないなんて、親の程度が知れるわ。おっと、お父様は無職だったわね。再び明美、さすがに頭に血が昇った。俺のことはいい、息子の誠が公然と愚弄されるのは許せない。いい加減、うちの可愛い生徒たちをバカにするのはやめてもらえませんか。俺は明美をにらみつけていった。生徒？は？何言ってるの？とうとう頭もおかしくなった？お母さん、もうやめてよ！椅子を倒す勢いでユータが立ち上がった。え？ユータ？誠のお父さんはこの学校の校長先生なんだよ。は？そんなこと聞いてないわよ。明らかに明美に動揺が走る。まだ保護者の方たちに挨拶はしておりませんが、私が新しく校長に赴任した森田一文です。でもその学校、学校側の計らいで本格的に仕事を始めるまでは校庭の掃除などに回してもらっていました。なんでそんなこと？子供たちの様子を見て回るためです。校長室に詰めていては子供たちの普段の姿を見て回ることができませんから。ふざけないで、冗談じゃないわよ。こんなふざけた校長のもとで雄太の貴重な時間を割いてなるものですか。明美は大股で雄太のもとへ行き、雄太の腕を強引に掴んだ。行くわよ雄太、私立への転校の手続きをします。もうこんな学校に用はありません。雄太を離せ。誠が声を上げた。すると他の生徒たちも続く。そうだ、雄太を離せ。子供たちからの責難の声、保護者たちからは軽蔑の眼差しが明美に注がれる。すると雄太が明美の手を振りほどき、力いっぱい叫んだ。お母さんなんて大嫌いだ。雄太、そんな。明美がその場に崩れ落ち、涙を流した。こんなつもりではなかったんです。明美はひとしきり泣きじゃくった後、俺にこう言った。今俺と明美は校長室にいる。
あまりに動転していたので、明美と腹を割って話すため、校長室へと連れてきたのだ。実はね、私…明美はとつとつと息子への思いを語る。かつて明美の実家は貧しく、かなり苦労したらしい。明美は年の離れた兄がおり、一流大学へ進学できるほどの秀才だったとか。しかし、実家が貧乏であることから進学は諦め、働くことに。兄が就職できたのは、町工場で超がつくほどのブラック企業。給料も安く、日をまたいでの残業は日常茶飯事。やがて兄は過労で亡くなったという。明美は運よく資産家と結婚するも、優しかった兄のことが忘れられず、いつか兄の無念を晴らしたいと願っていた。やがて雄太が生まれ、この子には兄のような辛い思いはさせたくない。また、兄と同じ轍を踏んでほしくないという思いから、雄太には何不自由ない環境を与え、将来、より良い会社に就職できるようにと、自分の方針で雄太を縛りつけてしまったと、明美は涙ながらに語った。私はただ雄太に幸せになってほしかった。でも、雄太を不幸にしていたのかもしれませんね。明美さん。先ほどの明美とは別人のような憔悴ぶりだった。おそらくこれが地の明美なのかもしれない。私もう一度、あの子にとって何が幸せか考えたいと思います。校長先生。ええ、そうですね。弱々しい笑みながらも、明美の笑顔に嘘偽りはなかった。その後、誠と雄太は友人同士に戻り、楽しく学園生活を送っている。明美は言葉通り、あれから雄太とじっくり話し合い、雄太にとって友達が近くにいることが幸せなのだと気づいたようだ。こうやって子供も大人も子供を通して成長していく。俺は心の底から今の仕事が好きになり始めていた。今はこの仕事を紹介してくれた養父に感謝している。妻を亡くし憔悴しきっていた俺に手を差し伸べてくれたのは養父だった。養父は先代の校長で、後継者を俺に指名したのだ。もともと俺は大学で教鞭を取っており、教育については学んでいたが、大学と小学校では二十歳もいいところだ。小学生となると勉強だけでなく、心の成長を促してやらなくてはならない。多感な時期ゆえに、指導者によって色を変えると言っても過言ではない。二の足を踏む俺に養父は、校長になれば、仕事でも誠を見守ってやることができる。それに子供たちの純粋な心は、お前の傷ついた心を癒してくれるぞ、と言った。養父の言葉を鵜呑みにしたわけではないが、誠をそばで見守ってやれる仕事など他にはない。俺は養父の口添え、そして大学で教鞭を取っていた実績もあって、難なく養父の後を継いで校長となった。今になって養父の言葉の意味を理解することができる。誠や雄太の一件のような、はたから見れば些細な出来事でも、子供には成長の過程となる。喪失は、純粋な子供たちの心が埋めてくれる。俺は今、この仕事にやりがいを感じている。誠だけではなく、社会に貢献できる、立派なひな鳥たちを、この学校から送り出していきたい。人生に紆余曲折はあるが、今はそれが、俺の責務だと思って生きている。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。私の名前は高橋真美子。火災保険会社に勤めている。自分で言うのもなんだけど、仕事は丁寧な方。ただでさえ予想外のことが多い家事。災害が起きて、困っている人のためにいつも迅速に保証が下りるように対応している。それなりに充実した日々だけど、私を形成するに至った過去は今も私の心の底に孤独感をもたらしている。小学2年生の冬のあの日まで、両親も弟も白い壁のあの家でみんなで仲良く暮らしていた。両親は祖父母が営む農家から仕入れた新鮮な野菜を使って色鮮やかな料理を出すイタリアンレストランを営んでいた。
真っ赤に熟れてみずみずしいミニトマトを使ったうまみたっぷりのアマトリチャーナ。季節の魚介と色とりどりの野菜で滋味深い味わいのアクアパッツァ。日本の野菜の大根やカブも両親の手にかかればとてもおいしいイタリアンになった。地元は大変な田舎で、一言で言えば不便だ。映画館もショッピングモールもない。人口も少ない。その代わり自然豊かで、山々は青く茂り、清流ではカジカガエルが鳴く。夜にはホタルも見られる。我が家で営むレストランは地元の人の憩いの場になっていた。料理長の父は謙虚な人で、お客さんがいくら料理を褒めても、おいしい野菜を作ってくれる農家の人とこの土地のおかげですと照れくさそうに言うばかりだ。母は昼下がりの一段落したような時間に来るお客さんの相談を親身になって聞いていた。あるおばあさんは幼い私に、あなたのお母さんが話を聞いてくれるから張り合いがあるわとにっこりと語ってくれた。大きくなったら私が父さんと母さんを支えるんだ。子供心にそんなことを思っていたのに。いつも通り学校で授業を受けていたら、家が火事になったと知らせが入った。血相を変えた教頭先生が車で家まで送ってくれた。その日の朝も、父が作ってくれたおいしいご飯を食べて出たはずの家は、真っ黒い煙を吹き上げて火柱に包まれていた。赤い消防車から出るホースがすごい勢いで水を吹き出していて、消防士の人が大声で叫んでいる。救急車のパトランプもずっとせわしなくて、知らない場所に来たような感覚になった。店側の塀の外では弟が泣きじゃくっていて、私は駆け寄って弟を抱きしめた。亮太、ああよかった、怪我はない？亮太は泣きじゃくりながら、お姉ちゃん、お父さんがまだ中にいるんだと言った。きっと消防士の人が助けてくれるよ。もう大丈夫だよ。弟を安心させるために言ったセリフが自分に言い聞かせているように思えた。しかし現実は残酷で、父は帰らぬ人となった。冬の乾燥で火の勢いはなかなか衰えず、家も店も全焼してしまった。母は不幸中の幸い、買い物に行っていた。お店を開けている数時間の間に家も店も失ったことで、しばらく呆然としていた。出火原因はネズミが配線をかじったことによる漏電。濃度の高い黒煙を一度に吸い込んだことが父の亡くなった原因だった。おそらく父は苦しまなかったであろうことが、せめてもの救いだ。亮太はまだ短い人生の中で、最大の後悔と懺悔を込めていった。火が出たとき、父さんが真っ先に僕を外に逃がしてくれたんだ。父さんが火を消しに中に戻るのを止めればよかった。私と母は静かに亮太の告白を聞いた。僕のせいで父さんは、ごめんなさい、ごめんなさい
私は亮太を抱きしめた。そんなことない、亮太は悪くないよ。母は力を取り戻した目をして、私ごと亮太を抱きしめた。お姉ちゃんの言う通りよ、亮太は悪くない。お母さんの方こそ買い物になんか行っててごめんなさい。それよりも二人とも無事でいてくれて、お母さんもお父さんも嬉しいよ。だからもうそんなこと言わないで。これからはお父さんの分まで三人で幸せになろうね、と言った。しかし火災にあった日を境に生活は激変してしまった。なんと火災保険がちょうど切り替わった翌日のタイミングで火災が起き、保険が下りなかった上、火の一部が近くの家に燃え移ってしまったのだ。こちらは大した被害はなかったものの、家も仕事も父も失い、損害賠償も支払わなければならない。家族はボロボロのアパートに引っ越した。母は私たちが起きる頃には家を出て、私たちが寝る頃に帰ってきた。それでいて私たちの食べ物は冷蔵庫にちゃんと入っていた。祖父母は農家が忙しくてなかなか会えないけど、ただで野菜や食べ物、学校で使うものを送ってくれる。可愛がられていると分かった。田舎だったから家が火事になって全焼してしまったことと、父が亡くなったことが瞬く間に広まって、悲劇のヒロイン扱いだ。友達も先生も言う。私はかわいそうなのだと。しばらく同じ服を着て通学していた頃、クラスメートの家庭から少しずつ募金を募って新しく着るものを送ってくれた。かわいいワンピースだった。久しぶりの新しい服を着て学校に行くと、仲良しだった女の子に、買ってもらえてよかったね、と言われた。母の帰りが遅いので、亮太の面倒を私が見る。そんな様子を近所の人は、偉いね、お姉ちゃん、と褒めてくれたが、陰では、子供に子供の面倒を見させるなんて、母親は何やってんだろうね。夜のお仕事でもしてるんじゃない？と言っていたのを知っている。母を悪く言われたくなくて、かわいそうな私はいい子の仮面をかぶっていた。あの噂好きなおばさんたちは知らないだろうけど、母はものすごく仕事を頑張っていた。朝食の前には自宅を出て、夜も帰ってくるのは私たちが眠りについた後のことが多かった。辛そうだったけど、家ではいつも明るいのだ。亮太が、家で遊ぼう、と言った。周りの目線を感じて、亮太も肩身が狭いのだ。私たち家族は孤独だった。普通に生きていくことを認めてほしいだけなのに、こんなに頑張ってるのに、まだ頑張り足りないのだろうか。それとも頑張りなど無駄なのだろうか。バリキャリとなった母の背中を見て、口さがない隣人や、かわいそうと言いながら私たちを憐れむ学校のみんな、そんな様子に違和感を感じていて思うところがあった。私はみんなが言うほどかわいそうじゃない。今住んでいる家はボロボロだし、かなり貧乏だけど、母のことは大好きだし、
亮太は可愛いし、祖父母も好きなものを買って送ってくれる。だからもう、かわいそうって言わないで。いつまでかわいそうでいればいいのか。そんなの、もう終わりにしよう。いい仕事に就くため、大学に行くためのお金は、高校の後でバイトをして貯めた。足りない分は、奨学金を借りた。そうしてやっと上京して、保険の会社に就職が決まった。私たち家族のように、火事で大変な思いをした人たちを支えてあげたいからだ。お給料は、新卒にしては悪くない。自分に合ってるとも思う。充実した日々を過ごしていたある日、剛さんと出会った。同僚に誘われた合コンで出会った剛さんは、大手の総合商社に勤めていた。父に雰囲気が似ている。お酒を飲みながら、チラチラ見ていたのがバレてしまったのか、何回かのチラ見で目が合ってしまった。あ、すみません。思わず謝る私。いえ、こちらこそすみません。綺麗な人だと思って見ちゃってました。二人の様子にガヤが入る。お、高橋さん、剛が気になる感じ？こいつ仕事できるけど堅物だよ。剛さんは同僚にからかわれていた。かしこまった雰囲気が崩れて、温かい人柄を感じた。もっとこの人と話してみたいと思った私は、誘われるままに何回かデートを重ねて付き合うことになった。そしてある日の新宿でのデートの帰りのこと。マミコさん、今夜も送らせてくれないの？もう暗いし危ないよ。剛さんも明日早いでしょ？ここまででいいよ。いつもありがとう。剛さんは不満そうだ。私といるときはいつも笑顔の剛さんが、この瞬間だけは顔をしかめる。心配してくれているのだ。私は剛さんを抱きしめた。剛さんも私を抱きしめ返した。君はなかなか心を見せてくれないね。そんなことないよ。どうして？なんでもない。今日も楽しかったよ。剛さんと別れ、電車に揺られながらぼんやりと考えた。剛さんは気づいている。私が剛さんに対して心を開ききれていないことに。自宅の電気をつけて、一人きりのワンルームの部屋でぼんやりしていると、かすかな虚脱感、あの火事の日から心の奥底に染みついた孤独感を自覚した。もっと剛さんと仲良くなりたいと思うのに、オープンになれない。これから先もお付き合いしていくとして、なぜ片親なのか、幼い頃に起こったことを打ち明けたとして、今まで通りの関係でいられるだろうか。田舎にいた頃のように火災を起こして父を失ったかわいそうな子のレッテルを貼られるんじゃないだろうか。剛さんの優しい人柄に惹かれたのは確かだけど、同情されたいわけじゃない。これからも対等に寄り添っていきたい。悶々とする気持ちを吐き出したくて、弟に LINE してみた。帰ってきた答えは、俺だったら自分との関係のことで彼女悩ませるくらいなら、ちゃんと思ってること
言ってほしいけどね。と帰ってきた。なるほど。その剛さんのこと、姉さんは好きなんじゃないの？先に進みたいなら打ち明けてみたら？俺は姉さんのこと応援してるから。まったく泣かせないでよ。もう難しい気持ちに耐えられなくなった私は、その後は適当な返事を繰り返して、後日剛さんに思いの丈を打ち明けてみることにした。数日後、私と剛さんはイチョウ並木を歩いていた。黄色い落ち葉の絨毯を寒いからと理由をつけて手をつなぎながら、私、剛さんのこと好きだよ。仕事が丁寧で頑張り屋で、その上いつも私に優しくしてくれて、でもまだ言ってないことがあるの。剛さんは静かに耳を傾けている。うちね、家族でやってたレストランが火事で全焼しちゃって、その時父さんが亡くなってね、他の家にも火が移っちゃったんだけど、火災が起きたのがちょうど火災保険が切り替わった翌日のタイミングで、保険が下りなくて多額の借金を抱えちゃったの。すんごい田舎で育ったから、みんなうちに何が起こったのか知ってて、私ずっとずっとかわいそうだって言われて育ったわ。母さんは私と弟を養うために毎日ボロボロになりながら働いてたのに、近所の人はひどいこと言って、仲良しだと思ってた友達も先生も、何をやっても私をかわいそうな子としてしか見てくれなくて、私がどんなに前向きに生きようとしてもみんなフィルター越しに見るの。胸が詰まるほど生きづらかったよ。いつからか過去のことは誰にも知られたくないとまで思うようになったわ。あなたと出会うまでは。剛さんはつないだ手に軽く力を込めた。だから君は今の仕事に就いたんだね。打ち明けてくれてありがとう。僕はそんな環境にいながら強い気持ちで生きてきた君を本当に尊敬する。剛さんは私と目を合わせた。私のさらされてきたあの嫌な眼差しはそこにはなく、私への深い愛情にかすかに潤んでいる。僕もね、君に伝えておきたいことがあるんだ。剛さんはなんと私も聞いたことのある有名な食品メーカーの御曹司であるという。幼い頃から父の会社を継ぐために多大な期待をかけて育てられてきた剛さんは、勉強で一番になっても、体育や部活動で一番になっても、何でもできて当たり前という環境で育ってきた。誰も剛さん自身を見ない。父は優しいが仕事が忙しく、母は過度な期待を込めて厳しくしつけられたので、寂しい幼少期を過ごしたという。僕は僕自身のために生きたいと思ってきた。だから実家を飛び出して別の商社に就職したよ。会社は居心地が良かった。僕自身の実力で評価してくれるからね。でも君と出会った今は君のそばが一番居心地がいい。私は胸が温かくなった。マミコさんがしてきた苦労にはかなわないけど、誰にも
自分自身を見てくれない辛さはよくわかるよ。剛さん、あなたの辛さはあなたのものよ。言いづらかったでしょうに、打ち明けてくれてありがとう。私たちはこの日のデートを境に結婚を考えるようになった。母はとても喜んでくれて、実際に剛さんに会ってとても気に入ってくれたようだ。剛さんのご両親はスケジュールが合わず、両家顔合わせの日が私との初対面となった。場所は老舗ホテルの有名レストラン。先方が庭の見える個室を用意してくれたんだけど、私も母もこんな敷居の高いところに来るのは初めてで緊張してしまう。剛さんのご両親はいかにもな上流階級の装いで和やかに迎え入れてくれた。食事をしながら義父は、家を飛び出していった時は一体どうなることかと思ったが、こんな誠実そうな娘さんを見つけてきてくれて父さんほっとしたよとニコニコしている。義母は私の母と話している。本当にね、しばらく音沙汰がないと思ったら会ってほしい人がいるって言うんだもの。びっくりしたわ。うちの息子ったらこうと決めたら突っ走っちゃうから。高橋さんはいつ交際を知ったんですか？うちも似たようなものですよ。娘から教えてもらったのはつい最近です。でもお会いしてみて本当に立派な息子さんでよかったです。ところで今日はご主人はいらっしゃらないの？せっかくの顔合わせなのに。剛さんは私の気持ちを尊重してか、ギリギリまで我が家の事情について伏せてくれていたようなので、私が説明に入った。これから家族になる人たちだ、包み隠さず伝えよう。父は私が小学校2年生の頃に家の火事で亡くなっています。それまでは祖父母のところから卸している野菜を使ったレストランをしていました。田舎の小さい店でしたが、それから母は私と弟を女手一つでここまで無事育て上げてくれました。この場に父はいませんが、きっと喜んでくれていると思います。義母は悪いことを聞いたという顔をして謝ったが、どこか白々しい様子がする。そうだったの、ごめんなさいね、悪いこと聞いたわ。空気を変えようとしたのか、剛さんが、母さん、ちょっと父さんと庭でも見てくるよと退出した。二人の姿が見えなくなった途端、義母は今までの和やかな態度が嘘のように豹変した。私と母をにらみつけ、地方出身の貧乏人で、しかも父なし子ですって、ふざけないでちょうだいと叫んだ。あの何かお気に障ることでもしてしまったでしょうか？こちらの事情をお話しするのが遅れてしまってすみません。母は必死になだめるが、今までの態度は猫をかぶっていたのかとすら思ってしまうほどの豹変ぶりだ。お気に障りますかですって？何もかもよ。やっと剛が帰ってきたと思ったら、こんな身分違いの貧乏人を連れてくるなんて、
女手一つで子供を二人にも育てるなんて、まともな仕事でできるわけないわ。あなたどうせ夜の仕事でもやってんでしょう。本当に育ちの悪い娘さんね。なんという暴言だろう。今までの田舎暮らしもつらかったが、ここまでの悪意で攻撃されることはなかった。私は思わず言い返そうとしてしまったが、母が止めた。確かにうちは貧乏してましたよ。そして娘の母として申し上げます。娘は間違いなくあなたの息子さんを心から愛しています。私の身分が二人の結婚の上で気になるのでしたらご安心ください。私は農業経営アドバイザーです。母は冷静に名刺を差し出した。義母はその名刺を受け取ったかと思うとビリビリに破り捨てた。とんでもないモンスターだ。知るかこんなもの。息子の結婚相手は裕福な上流階級の人間しか認めないわ。強氏にはいずれ家業を継いでもっとうちを大きくしてもらわなきゃ困るの。強氏さんが義母を嫌っていた理由が分かった。こんな前時代的で高圧的な母親は辛いだろう。こんな得体の知れない仕事が何の役に立つっていうわけ？娘の方だって保険会社のお茶組でしょ。役立たずは近寄らないでちょうだい。役立たずか。幼少期の自分のように辛い思いをした人たちを助けたいと思ってついた仕事だったが、義母には理解してもらえなかったようだ。強さんのことは間違いなく愛してる。でもこの結婚は間違っていたのだろうか。このタイミングで強さんと義父が帰ってきた。私たちの間に流れる険悪な空気に何が起こったのかわからない様子だった。義母はまだ興奮した様子で、騙されたわ、今すぐ出て行ってほしいくらいよと収まらない。そんな中母は言い放った。私たちのような貧乏人の役立たずは近寄るなと。おっしゃりたいことはよくわかりました。ご希望の通り去りましょう。御社と今期予定していた10億円の取引とともに。すごい笑顔だ。母は完全にブチ切れている。慌てたのは義父だ。待ってください、高橋さん。一体何があったんですか？ああ、お宅みたいな田舎臭い貧乏人が10億も持ってるわけないでしょ。お前は黙ってなさい。奥様には私が夜の仕事で子供たちを育ててきたように見えるそうで、娘のことも得体の知れない貧乏人の役立たずとは、息子さんとの結婚は認められないと言われてしまったらおとなしく去るしかありませんね。なんということをしでかしてくれたんだお前は。義父は漫画のようにきれいな土下座をした。家内が大変なご無礼を働きまして誠に申し訳ございませんでした。義母はこの後に及んで、頭を下げてほしいのはこっちの方よと義父の土下座をやめさせようとしている。そんな中義父は血相を変えて説明した。こちらのご実家がどれほどの規模の農業を営んでおられるのか知ってるのか。うちの原料の仕入れ先の 50% だぞ。その上高橋さんの手腕で
もっといい生産ラインができるはずだったのに、お前ってやつは。さっさと謝れ。すみませんでした。やめてくださいよ、お二人とも。怒ってるわけじゃありませんよ。ただね、うちとの取引も娘の結婚もどうやら歓迎されてないみたいじゃないですか。うちの娘気に入らないんでしょ。めっそうもございません。御社がうちの生命線です。どうかこれからもお取引を。義母はようやく事の重大さが飲み込めたようで、青くなった顔色で土下座で謝罪した。本当に申し訳ございませんでした。私にできるお詫びなら何でもさせていただきます。ぜひうちの強しと結婚してやってください。お願いします。どうするマミコ。私は人生でこんなにも人に頭を下げられたことがないので困ってしまった。マミコさん、そしてお母様、俺と父さんがちょっと目を離した隙に、母が申し訳ございませんでした。息子としてお詫びします。すると母がこう言った。強さんは何も悪くないよ。あ、そうだ、強さんのお父さんお母さん、一つお願いがあります。強さんは家業を継ぐ気はないそうです。強さんのことを自由にしてあげてください。それさえお許しいただけたら、さっきまでの暴言は水に流しましょう。義母は断腸の思いだというような顔で、わかりましたと承諾した。私も強さんも孤独と周りからのレッテルを乗り越えるたびに傷ついてきた。これからは二人で幸せの数を数えていきたい。マミコさん、ありがとう。と強さんは言った。両家顔合わせの日から3ヶ月が経った今、結婚式の準備は順調に進んでいる。強さんと母はすっかり意気投合し、新しく引っ越した家と3人で住んでいる。噂では強さんのお母さんの人を見下す性格はあれ以降ずいぶん丸くなったらしい。いいことだ。強さんのお母さんはずいぶん角が取れたようだが、結婚式の段取りのため強さんと一緒に聖火に打ち合わせに行くと、そっちの家で貧乏してるんじゃないの、帰っていらっしゃいよ、とまだまだ人を見下す癖は時折出てしまう。そんな時は義父と強さんがその都度叱ってくれてるので、だいぶ付き合いやすくなった。頼もしい旦那さんと優しい義父で本当に嬉しい。強さんは、またいつかレストランを復活させたいね、と言ってくれている。私も母も大賛成だ。オープンしたら亮太にも知らせなきゃ。私の中に残っていた孤独はもうとっくに亡くなっていた。いかがでしたか。チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。よかったら俺の財布を持って行ってください。勤続25年でも手取り15万円という貧乏生活をしている俺がある日おばあさんと出会った。家出をしてきたおばあさんは一文無しだという。俺よりも困った状況となっている人を見過ごすわけにもいかず、
俺は全財産を渡すことにした。それから数日後、俺は思ってもいない形で彼女と再会することに。あなたを今日付けでこの工場からクビにします。その後、俺の人生は180度変わるのだった。俺の名前は中井清。現在工場のラインで働く自他共に認める冴えない男だ。今年で40歳になる。この年齢で手取りは15万円という低賃金ということもあり、小さなアパートで細々と暮らしている俺は、嫁もいなければ子供もいない独身生活を送っていた。身寄りがない俺だが、唯一家族と呼べる存在がいる。おでん、ただいま。俺はおでんを抱き上げる。いつも俺の帰りを迎えてくれるのはチャトラ猫のおでんだ。こいつは少し前に捨てられているのを見つけて拾ってきた子猫だ。おでんという名前の由来は、俺がコンビニにおでんを買いに行った帰りにこの猫を拾ったからという安直なものだった。もち巾着と厚揚げと悩んだが、今ではこの名前でよかったなと思っている。まだまだ子猫だが、やんちゃ盛りで俺が手を焼くことも多い。そんなわけで今日もおでんが部屋から脱走してしまった。少し目を離した隙に窓から外に逃げ出したようで、俺は慌てて部屋を出て、おでんが逃げた方向に走った。日頃から運動不足の体には、子猫のダッシュ力に追いつけるはずもなく、俺はヘロヘロになりながら、おでん、どこだーと叫んでいた。通行人から白い目で見られる。やっぱり名前は餅巾着や厚揚げにしとけばよかったかな。なんて考えながら探していると、俺が住むアパートの少し先に行った場所にある公園が目に入った。もしかしたらと思って、俺はその公園を覗いてみる。すると公園に設置されているベンチに、おばあさんとおばあさんに撫でられているおでんがいた。おでん、ここにいたのかと俺が思わず大声を上げると、おばあさんはこちらを見て慌てて立ち去ろうとした。しかしどうやらおでんはこのおばあさんに懐いてしまったらしい。おばあさんの後ろをとことこと歩き、立ち止まったおばあさんの足に自分の体をスリスリとしていた。おばあさんは困った顔をしている。基本的に人見知りするおでんがここまで懐くのはすごいなと感心しつつ、俺はおでんを抱き上げた。あの、うちの猫がすみません。いえ、私の方こそ飼い猫と知らず勝手に撫でてしまってごめんなさいね。穏やかな声で話すおばあさんにはどことなく品を感じた。しかしこの人、こんなに寒いのに身なりがボロボロだ。今は冬真っ只中の1月に、コートも着ずに一目でわかるくらい使い古したエプロンをつけて、ちょっとした買い物に行くようなサンダルを履いている。着のみ着のままで出てきたという印象だ。見るからに寒そう。ちなみに俺もおでんを追いかけて慌てて家を出たので、ほぼ着のみ着のままで寒い。ここではなんですから、よかったら俺の家に行きませんか。私は木村よしえと言います。聞けばよしえさんは息子さん夫婦と同居しているそうだが、些細なことから息子さんと喧嘩をしてしまい、衝動的に家を飛び出してしまったという。携帯は家に置いたまま、財布は持っていたはずがいつの間にか落としてしまったらしい。踏んだり蹴ったりとはこのことを言うんだろう。飛び出してしまっては家に帰るわけにもいかず、途方に暮れてひたすら歩いていたところ、
あの公園を見つけてベンチで休憩していた。そこにおでんが隣にやってきて、後から俺が来たということだった。よしえさんのお家は太陽駅の近くです。ここから6駅は離れてますよね。その距離をよく歩いたなと素直に感心してしまった。きよしさんにはご迷惑よね。私も変な意地を張らずに今からでも家に帰るわ。よしえさんはそう言って立ち上がったが、もうすぐ終電が出てしまう時間だ。このアパートから駅までは徒歩で20分はかかるため、今日中に帰るのは無理だろう。タクシーも考えたのだが、タクシーがいるのは駅前のロータリーだ。さらに運が悪いことに、俺のスマホは昨日おでんを撮影しようとしたところ落としてしまい、画面がバキバキに壊れている。電話もかけられないし、メールも LINE もできない状態だ。どうせ誰からも連絡は来ないスマホなので、明日の仕事帰りの時に修理に出そうと思っていたので、現在俺のスマホも使うことができない。この辺の公衆電話は時代とともに取り壊されてしまったし、なので俺はよしえさんにある提案をすることにした。よしえさん、よかったら今日はこのまま泊まっていきませんか？そんな、そこまで迷惑をかけるわけには。でもよしえさん、今手持ちもないですよね。恥ずかしながら俺も今あんまり手持ちがなくて。俺はついでに俺のスマホが壊れていることも話し、明日にならないと何もできないということを伝えた。今は寒い季節ですし、帰る途中に何かあったら大変ですから。それにおでんが、にゃーん。おでんはよしえさんが相当気に入ったのか、家に入ってもらってからよしえさんの膝の上に乗っている。これはどかそうとするのに苦労するパターンだ。そうですね、おでんちゃんもきっとそうしろって言ってくれているようだし、今日だけお世話になろうかしら。はい、ぜひ。一応家にはもう一組布団があったため、俺はそれをよしえさんに渡し、ついでに空き部屋が一つあったので、そちらで休んでもらうことにした。息子とはたまにこうやって喧嘩しちゃうんだけど、今回はちょっと激しい言い合いになってしまって、しかも料理中だったからエプロンなんてつけたままだし、この年で恥ずかしいわね。よしえさんはふふと笑った。ちゃんと喧嘩ができるご家族がいて羨ましいですよ。きよしさんはご両親とは？あ、うちの両親はすでに他界しているんです。まあそうだったの？ごめんなさい。いえいえ、謝らないでください。俺がそう言うと、よしえさんは少しほっとしたような顔になった。それから俺は自分のこれまでのことを話すことにした。俺の両親は俺が中学を卒業する少し前に揃って他界してしまい、実の息子である俺はいろいろと相続することになったのだが、それには借金も含まれていた。しかもあまりよろしくない金融会社からの借金だったので、利子が容赦なく膨らんでいく。その金融会社の人から、お前の親父がした借金300万円をきっちり返してくれたら利子は負けておいてやると言ってくれたので、俺は中卒で働くことを決意した。当時頼れる身内がいない俺にはもうその選択肢しかないと思っていたのだ。そして中卒で入れる会社を探すと、この工場の LINE の求人があり、即応募して雇ってもらえることになり、中卒以来ここでずっとお世話になり、勤続25年のベテランとなっている。25年も同じ工場の LINE なら主任とかになっていてもいいわよね。清さんは主任なの？
まさか、俺は中卒で学歴もないので、現在も平社員ですよ。ええ、そんな、おかしいわ。そうですか？工場長や今の主任からはよく言われますよ。お前は中卒だから永遠に出世なんてない。一生平社員だし、この給料だからなって。よしえさんは目を見開いていた。ちなみに、お給料はおいくらなの？入社してからずっと手取りで15万ですかね。親の借金を完済できたので、ここ最近はちゃんとその金額が手元に入ってきていますよ。借金を返している間は毎月2万円を返済に充てていた。他にも家賃や食費などを考えているとギリギリの生活ではあったが、なんとかここまでやってこれたのだ。こんな身の上なので結婚なんて考えられなかった。気がついたら40歳になっていて、現在の家族は捨て猫のおでんだけだ。よしえさんは俺の話にうなずきながら、時々驚きながらもずっと聞いてくれ、聞き上手な人だなと思った。母が今もいてくれたらこんな感じだったのだろうか。こんな話をしてすみません。聞いてて面白くなかったですよね。いえ、私の方から聞いたことですから。ずっと真面目に働いてご両親の借金も返すなんてすごい人だわ。そんな、いい人は金融会社の人だと思うし、俺は当たり前のことをしただけですから。しかし初めて褒めてもらえて思わず恐縮してしまう俺だった。その後、俺と吉江さんは就寝し、次の日は俺もまた仕事だったので一緒に家を出ることにした。おでんは最後まで吉江さんから離れようとせず、話すのに苦労した。今日は一日中おでんの機嫌が悪そうだな。そして俺と吉江さんは仕事前に地元の駅前までたどり着き、俺はコンビニに寄った。そこの ATM で残高をすべて下ろす。と言っても残高はたった2000円程度だが、電車賃にはなるだろう。よしえさん、家に帰るまで現金が必要でしょうし、俺の財布を持って行ってください。はあ？よしえさんの行為に驚いてしまったが、俺はニコッと笑顔を作る。少しだけしか入っていませんが、多分家に帰るまではあると思います。そんな、絶対ダメよ。見ず知らずの私なんかに財布ごと渡すなんて。でも、よしえさんの今着てる服にはポケットもないですし、現金をそのまま持っているより財布を持っている方がいいでしょ。現金を握りしめて襲われたら大変ですし。でも、あなたの生活のお金が。その分はちゃんと引いてます。俺はもうすぐ給料日だし、大丈夫ですよ。その後も、よしえさんとは結構な押し問答をしたが、最後は、よしえさんが折れてくれ、俺の財布を受け取ってくれた。そしてよしえさんは最後まで、本当にありがとう、と言って、駅の中に消えていったのだった。あれから仕事を終えて家に帰ると、おでんはよしえさんの使っていた布団の上に寂しそうに座っていた。とはいえ、よしえさんにはちゃんと帰る場所があるので、こればかりは引き止めるわけにもいかないので仕方ない。おでんがこれだけ懐いてくれた人なのだ。財布に入った全財産を渡すことに躊躇はなかった。まあ、給料日はあさってだし、2日くらい食べなくても人間生きていけるだろうし、大丈夫だ。よしえさんとの出会いから数日後、俺はいつもの職場と家の往復をして、おでんを可愛がる毎日を送っていた。まあ、給料日までの2日間は少し辛かったけれど、水だけでもなんとかしのげたし、その後は給料が入ってくれたからちゃんとご飯も食べれたし、スマホも修理に出せてちゃんと帰ってきた。
何の変哲もない日常を送って、これぞ俺の人生といった感じだった。中井、ちょっと話があるから来い。そんなある日、突然工場長から声をかけられて驚いた。この工場長は東野さんといって、何年か前にこの工場に就任してきた人だ。38歳という俺よりちょっとだけ年下だが、工場長という立場から俺みたいな年上で平社員という人間を基本的に下に見てくる人だ。特に俺の経歴などを知った後からはいつも、中卒野郎、俺より年上なのに平社員、手取り15万野郎などの嫌味しか言ってこないような人間だ。ストレス発散なのかは知らないが、地味な嫌がらせを繰り返してくるので、俺も地味にダメージを受けていた。でも相手は工場長だし、逆らって会社をクビになったりしても今更困るので、それを受け流していた。その東野さんからちょっと話があると言われてしまっては、一体どうしたんだと思ってしまうのは当然のことだと思う。しかしこの人、俺に対してまともに話すことができるんだなとも思ってしまった。呼ばれて行った先は工場の応接室だった。俺がそこに入ることは滅多にないので、無駄に心臓がドキドキと言っている。まさか今更ながら首とか、身に覚えはないが突然の人員整理とかもあるだろう。そうなってしまったら、今から仕事を探して見つかるだろうか。おでんもすぐに大きくなるし、餌代がなどと考えながら、応接室の扉を開けると、そこには工場長と向かい合ってソファーに座る上品な少し年のいった女性と、スーツ姿の男性がいた。男性は俺と同い年くらいだろうか、見たことがない顔だった。あのと声をかけると、女性が顔を上げた。その顔を見て俺は目を見開いてしまった。その女性は吉江さんだったのだ。吉江さん？は？中卒のおっさんがなんでこの方の名前を。先日ちょっとご縁があってね。あなたには関係ないことよ。吉江さんが冷たくそう言うと、工場長は気まずそうに目をそらした。清さん、先日はとてもお世話になったわね。本当にありがとう。いえ、先日のエプロン姿と違って今回は上品なスーツを着こなしており、女社長という表現が一番しっくりくるかもしれない。吉江さんの横に座っていた俺と同い年くらいの男性はその場で立ち上がり、俺に向かってすっと頭を下げた。清さん、先日は母を保護していただいてありがとうございました。おかげで無事に母が戻ってきてくれて、我々家族も安心しています。頭を上げてください。俺なんかに頭を下げないでください。見るからに自分より身分が上の人が俺に向かって頭を下げてくるので、俺は一気に挙動不審になってしまった。でもお財布まで渡してくれたと。あれは俺の全財産があれだったので。だからって他人に財布ごと渡してくれるなんてなかなかできませんよ。あなたもそう思うわよね。なかなかできないわ。吉江さんと男性は俺のことをそう言ってくれるが、俺は恐縮しっぱなしだった。ところで吉江さんはどうしてここに。それにこの男性は。俺がやっとそう言うと、工場長が、は？お前この方々を誰か知らねえのかよと叫んできた。吉江さん、女性の方は知っていますが、男性の方は。と俺が正直に答えると、
工場長は。だからお前みたいな中卒は嫌なんだよ。とため息をついてきた。この中井は中卒なので世間知らずで申し訳ないです。と吉江さんたちに言った。この方々はな、うちの工場の親会社の社長と会長様だよ。お前そんなことも知らずに生きてるなんて恥を知れ。工場長の言葉に俺はびっくりしてしまった。え、吉江さんが社長ですか？いいえ、私は以前社長をしていたけれど今は会長。この息子が社長よ。なんと男性は吉江さんの息子で社長だったのだ。親会社の社長なんて縁もゆかりもないので会うこともなければ名前も知らなかった。すみません、俺本当に知らなくって。あの日に吉江さんに何か失礼なことをしなかったか思い出す。そもそもあんな俺の家に泊まってもらったこと自体が失礼なことではなかったかと思い、顔がさーっと血の気が引いた。それで今日ここに来させてもらったのは理由があってね。吉江さんが真剣な表情でこちらを見てきた。あなたを今日付けでこの工場から解雇します。やっぱり退職の手続きに時間はかかるかしら？吉江さんは工場長の方に視線を向ける。いえ、会長からのご命令でしたら今すぐにでも手続きをいたします。今すぐ退職手続きをするので今日付けで。そう、わかったわ。じゃあよろしく。工場長はすぐに立ち上がり応接室から出て行ってしまった。出て行く際に、やっとお別れだな中卒おじさんとぼそりとつぶやかれたが、そんな言葉は頭に入ってこなかった。解雇という言葉の衝撃の方が強かったのだ。工場長はそれから1時間もしないうちに本当に今日付けで俺をこの工場から解雇した。ほらよ、解雇通知書だ。二度とうちの工場に来るなよ。工場長から解雇通知書を渡されながらそう言われたのだ。清さん、行きましょう。ついてきてちょうだい。呆然とする俺に吉江さんは声をかけて社長と一緒に出て行った。俺は慌ててその後を追うのだった。乗ってちょうだいと言われ、俺は吉江さんたちが乗り込んだ黒塗りの車に一緒に乗り込んだ。あのどこに？うちの会社に行くのよ。え、うちの会社って？この工場の親会社ですね。社長である息子さんがニコリと笑った。数十分後、俺は乗り心地のとてもいい車で初めての親会社を訪れていた。しかも案内された場所は最上階の社長室だった。作業着のまま俺はそこに案内され、ふかふかのソファーに座るように言われたので、言われるがままに座ることに。社長室の中に入る前にいた女性陣は秘書さんたちだろうか。俺を見て、なんでこんな人がみたいな冷たい目をされていたような気がする。どうにも落ち着かずそわそわしていると、吉江さんが口を開いた。あの日、清さんが自分の財布を渡してきた時に、この人はなんてすごい人なんだろうと思ったの。すごくなんて？だって基本的に人間って自分のことしか考えないでしょ。私は会社を経営している立場だった時、そんな人間をたくさん見てきたから、誰もがそうだと思っていたの。でも清さんは違った。
見ず知らずのおばあさんを助けて家に泊めてくれて、最後に全財産の財布を渡してくれるんだもの。改めて聞くと、確かに俺のした行動ってちょっとおかしいのかも。いや、でも吉江さんは実際にあの時困っていたしな。なんとしてもお礼がしたくて、悪いけどお財布の中を見せてもらったら、免許証も入りっぱなしだったから見せてもらったの。あなたのことも調べさせてもらったら、まさかうちの子会社の工場で働いてたなんて驚いちゃったわ。それは俺も驚きでした。この前あなたから聞いた話では、職場環境もあまりよろしくはないみたいだったけど、今日のあの工場長の態度を見れば、あなたがあの工場でどんな扱いをされているかは大体わかったわ。あなたのような誠実な人があんな扱いをされていいはずがないのよ。自分にはもっと価値があるのだと気づかないと。吉江さんが真剣な眼差しでそう言ってくれて、俺は胸が熱くなった。今まで自分はそんな価値なんてない人間だと思っていたから、自分のことをそこまで熱く語ってくれる人は初めてだったのだ。吉江さんはやっぱりいい人だな、としみじみ思ってしまった。清さん、あなたをうちの会社で私の秘書見習いとして雇うわ。もちろんそれ相応の給料も出すから安心してちょうだい。は？俺はまた変な声が出てしまったのだった。あなたみたいな人は人として大切なものを持っている、信頼できる人だと確信している。私のもとで工場では学べなかったことを学んでいきなさい。吉江さんからそこまで言ってもらって、断る方が失礼だと思った。そしてきっとたくさんのことが学べるような気がした。それから数日後、俺は早速前に働いていた工場に来ていた。すると俺の姿を見た工場長がニヤニヤと意地悪な笑みを浮かべながら近づいてきた。は？中卒のおっさんがなんでスーツなんか着てここに来てんの？コスプレ？悪いけど中途採用なんかしてないんだわ。そう、今日の俺はスーツでこの工場に来ていたのだ。あ、すみませんが木村義恵会長のお使いでして、これが会長からの書類です。は？会長のお使い？はい、私先日から会長の秘書として働いているんですよ。はあ？その後俺が会長の秘書として働いていると知った工場長は、中卒なんかができるんだから俺ならもっとできるはずだから、俺こそ秘書見習いとして雇ってくださいとうちの会社に乗り込んでいき、何度も警備の人に追い出されたと聞いた。それを繰り返しているうちについに吉江さんが現れて、あなたのような私の恩人を見下すような人間はいらないと一蹴されたらしい。あれから工場長はその立場を落とされて、ただの工場のラインになったそうだ。工場長という立場にふさわしくないと判断したのはもちろん社長と会長だった。あれから俺は会長の秘書見習いとして日々奮闘はしていた。本当に給料は上がったし、引っ越すこともできた。スーツを買い揃えたりもできることになり、まさに人生が一変していた。毎日覚えることが多くて大変だけど、すごく充実した日々だった。家に帰ればおでんという癒しもいるし、おでんをトリミングに連れて行くことができて、ふわふわのおでんを撫でることができるということで最高である。そんなある日、俺は会長から一人の女性を紹介された。私の友人の娘さんで、清さんと同い年でね、
息子さんを育てているシングルマザーの人なんだけど、いい人だし気が合うんじゃないかしら。なんとなくニヤニヤしている会長に、そんな今さらこの年でと遠回しにお断りをしたのだが、会うだけよと言われてしまった。どうやら会長はこういう仲人的なことをするのが好きらしい。そして実際に紹介された女性は俺の中学の同級生だった稲村由紀乃さんだった。名前を聞いた時もしかしてと思ったけど、やっぱり中井くんだったのね。久しぶり。由紀乃さん、かつての同級生との再会ということで俺たちはすごく話が盛り上がった。由紀乃さんは21歳で結婚、22歳で息子さんを出産した後、すぐに元旦那の浮気が発覚し離婚したそうだ。それからはひたすら息子さんのために仕事と子育てに奮闘していたら、あっという間に年月が経っていたと笑っていた。そして雪乃さんは白い猫の写真を見せてくれた。今家で飼っているそうだ。この子の名前はハンペンというの。白滝と悩んだんだけど、ハンペンみたいな綺麗な白色だから。息子からは母さんのネーミングセンスって本当に壊滅的だよなって笑われちゃうんだけどね。というので俺はおでんの写真を見せた。実は俺も猫を飼ってるんだけど、おでんっていう名前で、餅巾着か厚揚げか悩んだんだよね。それを聞いた雪乃さんは、清さんのネーミングセンスもなかなかねと二人で大笑いした。そこからおでんとはんぺんちゃんを合わせたりするうちに、俺たちの距離感は自然と縮んでいった。雪乃さんの息子さんの拓也くんとも仲良くなることができ、三人で食事に行くことも多くなっていた。母さんさ、俺ももうすぐ成人するんだし、これからは自分の人生を歩んでくれよ。三人での何度目かの食事の後、拓也くんが雪乃さんに向かって言った言葉だ。そして拓也くんは俺の方を向いた。清さん、母は俺を育てるために毎日必死で働いてくれました。これからは自分の人生を生きてもらいたいです。清さんといる母は楽しそうで、よかったら今後母のことをお願いします。拓也くんがペコリと頭を下げてきて、雪乃さんは泣いていた。俺の方こそよろしくお願いします。それから俺たち3人とおでんとはんぺんの2匹は小さな一軒家で幸せに暮らしている。たまに吉江会長や社長が遊びに来てくれて、その度に賑やかになって笑い声の絶えない楽しい時間を過ごしている。まさか人を助けただけでここまで評価してもらって、こんなに人生が変わるなんて少し前の俺には想像もできていなかった。自分のことをここまで評価してくれる人と出会えることができて本当に運が良かったと思う。そう言うと吉江会長はいつも、ちょっと遅いけど今まで真面目に生きてきたご褒美なのよと言ってくれる。そして、あなたはそうやって評価される価値のある人なんだから、自分に自信を持ちなさい、そう言ってくれるのだ。まだまだ自分に自信を持つことは難しいけれど、俺のことをそこまで評価してくれる人がいることは本当にありがたいことだと思う。会長たちへの恩返しのつもりで、俺は今後も頑張っていこうと思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。